よしよしよし、五道さん会いに来たよ。また何かあったの？ものすごい人気だよ今日の法廷も。まあ殺人事件だからな。何言ってんの、お隣の法廷で。お隣？一応ここにはいるから参考人としてちょっと連れてこい的なことはできるわけだ。うんうんうん、早いな。私も見たかったな仮面マスクの裁判。どうせあ、里に帰ってよ。僕なんか。誰にも注目されないんですよね。いやいやそんなことないですよ。って夕食さん、え、あ、犯人、あ、違います、僕知らない怪人です。いや変か、怪人に知らないもないっすもん。甘杉優作の主張によると怪人の2回目からの犯行は計画書に従っただけ。うん、誰かが彼に犯行を指示して獲物を取り上げていたらしい。うんうんうん、なるほど。くん、怪人のことを殺人に関係あるの？多分ね。とにかく今日の法廷はスピード勝負。マジか、スピードタイプか。 S 上げてる？なるほどくん。いや S、なるほどくん、 S 上げか。D じゃない、いや A、 わからん。それじゃあちょっとまずいんだよ。ん？私はとりあえず五道さんとなんかねイチャイチャしたいなって思って。いやでもみっちな、いや違うんだよな。なん、うん、あ、五道さんこんにちは。これより甘杉優作の法廷を改定します。なんなんて言えばいいのかな。ミッチュのことめちゃめちゃ好きなの本当に。もうイケメンだと思って、かっこいいと思ってる。でもあの五道さんってこう無害な変人じゃん。その変人が好きなのよ。みんな変人好きじゃない？多分その己との対比で憧れる的なね、そういうニュアンスもありつつ、やっぱり変人っていいんだよな。サイコパスとかね、だいたいサイコパスな人好きになるよねって割と周りから言われることが多いんだけど、変人がね好きなの。でもこう現実の変人は嫌いだけど、あのね、おかしな理解に苦しむような事件を起こすような人とか、現実のそういう人はね、なんかもう死んじゃえばいいのにって思うけど、あくまでフィクションのね、フィクションの変人やサイコパスが私は好きなんだ。はい、弁護側準備完了しています。うん、準備か。臆病者の逃げ工場だぜ。うん、そういうわけで冒頭弁論をお願いします。冷たいよな、塩対応ってやつだ。甘杉優作は戦場に出るには若すぎた、それだけだぜ。はい、さすがにそれだけでは全然わかりません。せやの焼ける連中だぜ。人生は戦場だ、だがだからこそ筋は通さなきゃいけねえ。一杯目かな。そういうことだ、わかるだろ。うん、はい。塩対応めっちゃウケる。塩対応腐ってコメントしてる私。うん、ブス自慢黒部、はいはいはい。オーダーだったよね。うんうんうん、殺害されたのは前日の午前1時だった。迷子の子猫ちゃんが泣いていた。
そいつがそこの被告人ってわけだぜ。いやーゲームやるけどさ、変人が好きって話もっとしたいな。そのね、私お慕いしてる方がまあ若干2名いらっしゃるんですけど、まあ変人といえば変人だけど、変人の尺度がね違うということについて、めちゃめちゃこう推しを特定されない範囲で話したいけど、そんな時間はない。うん、おーコーヒーフレーバー OK。 いやそうだ、五道さんのためにもやっぱりスピード勝負でね、裁判ささっと切り上げないとおもらししちゃい、17杯までと決めている。17杯までまでは、え、17杯まではいいってこと？我慢強いというか暴行炎になるぜ。うん、だから本物いつだって最初の一杯だけ出せ。え、っていうかこのコーヒーを作って出してんの誰なんだろう。うん、聞くとするぜ。被告人いかがですか。弁護人、被告人が証人となると弁護側には不利になりますが。うん、僕を弁護してくれ。あ、はい。彼女は被告人である僕の尋問を受け入れた。この僕を信頼してくれていたからだ。あー響いてる。やっぱ千尋さんのマインドを引き継いでるんだな。いや、そういう師弟関係でいいよね。いい、うん、いい覚悟だ。まるほど、相変わらず名前は覚えてくれていないんだね。それでは天杉優作を証言台へ。うん、ゴゴゴゴゴゴ。かっこいい、かっこいい。やったんだろあんたが担当直人。めっそうもありません。うん、裁判の最短記録が生まれるかと思いました。優作さん見た目だけですでに半分有罪だもんね。口を開けばもう半分も、あ、口を開けばもう半分も有罪って感じなんだよな。くっ、いいだろうさ。なあ、あんた聞かせてくれねえか。社長を殺していないならなぜ警備警備行ったんだ。それはその言いにくいんだよな。帰りたい。帰りたいか。マレカさんのとこ帰りたいか。うん、それではそのあたりのことを証言してもらいましょう。レッツゴー。やろう。うん、依頼人を信じているから大丈夫。うん、あの晩夜中の1時頃、警備警備の社長室を訪ねました。呼び出しのお手紙、その脅迫状をもらったものですから、1年前まで社員でしたから社長室の場所は知ってました。うん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 、なんで愛がこの脅短っ、え、なんで愛がこの脅迫状のことを知っとった。2杯目。弱者は運命に流され、強者はそれを飲み干す。そのコーヒーのようにね。今日も苦いぜ俺の運命。なんだかんだ言ってコーヒー飲んでるよ。いいなーいいな。本当五道さんも好きだし、なるほどくんとまゆいちゃんのこの会話のテンポもめちゃめちゃいいし、 1,2 が楽しくなかったっていう意味では決してないんだけど、ブラッシュアップっていうの本当磨かれてるよね。楽しい。うん、こう尋問しようかな。矛盾？うん、うん、短いな。短いから全部揺さぶるか。うん、うん、社長室に入るときに時計を見ましたから。いや待てよ、それってどうなんだろう。時計が遅れて僕の腹。午前1時といえば被害者のブス島氏が殺害された時間ですな。一緒にコーヒーを飲むには遅すぎる時間だぜ。うん、夜にコーヒーは危険だよな。呼び出しのお手紙、その脅迫状をもらったものですから。うん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 、
どこかに呼び出される脅迫状は初めてだし、でしたね。うん、それはもうあれを盗めとかこれを奪えとか。いやいや、その話はまた今度。まあ揺さぶりましょう。どんなことが。500万円を持ってこい。あれ、今までの1つ目はお前がやったんだろうみたいな内容だったけど、その後の脅迫状って脅迫というよりは計画書みたいな話だったのに、急に最近の脅迫状で500万円を持ってこいになってるんだな。お金を払うつもりなんてありませんでしたよ。だって僕には脅迫されて困ることなんてありませんから。それは重要なポイントですな。いや、脅迫されて困るポイントあるんだよな。大丈夫か優作くん。怖くなかったです。バラされて困ることもあったんだよな。正体をバラされたくなければと書いてありますね。怪人亀マスクのことだったでしょうね。でも僕、社長には尻尾をつかまれていませんでしたから、世間から何を言われても構わないんです。マリカちゃんさえ僕を信じてくれれば。脅しだって無駄だったんですよ。一応全部ね。隊長。隊長、あなたか。それが今から1年前、突然クビになった。あれ、なんでクビにされたんだっけ。あれ、クビにされた理由、クビにされた理由言ってたっけ。いやもう記憶力がないのよ。あれか、クビにされて盗むしかなかったんだよね。あれ、クビにされた理由って何だったっけ。やめてからの生活、それを聞き出さないとたどり着けないからね。動機、話を変えろ。じゃあやめてからのせい、クビになった理由が正直気になるんだよな。やめてからの生活、クビにされた恨み、やめてからの生活、聞きたいな。そんなのばっかりだぜ。そのマリカちゃんが、横領したってこと？給料じゃとても足りなくて盗んじゃったんです。
いろんな会社のセキュリティ情報が集まるし。うわぁ、内密にしてもらって自分から辞めたことにしたんです。聞かないで。あんた特によく覚えておいた方が良さそうだな。言われちゃったよ。なんか曲変わっちゃった。知らなかったから。うん、無駄遣いか。無駄なんかじゃありません。微妙だよね、秘密のある夫婦って。夫婦を語るようになったか。なんか妙にすごい悪い方向に変わっちゃった。ちょっとさっきのところやり直させて、やり直させて。いいのかな、いいのかな。バラされて困ることなんかない。先日お前が手に入れた赤ダイヤを。赤ダイヤ、あ、これ本当はアイカがもらってたんじゃないの。それを横流ししたんじゃない。だって赤ダイヤ、赤ダイヤ持ってんのアイカでは。
ることあるでしょ。どれだどれだ、うん、あれ、おっと、今となっちゃそれは通らないぜ。あれ、揺さぶったら話変わった。そういうこともあるか。被害者は被告人が怪人だと証明する証拠は持っていなかった。クビになって決着がつきました。え、本当にそうだろうか。会社のデータを盗んだという事実、曲がったことが嫌いだろう。とても困ったはずだよ。そっか、2回揺さぶるパターンがあるパターンね。オッケーオッケー。うん。弁護士のあなたが被告人をいじめてどうするのです。くっ。男はひどい目にあって成長するものだぜ。そういうものです。じゃあひどい目にあってもらおうかな、弁護士くん。やだー、やや。公表されたくなかった理由とは。わかるぞ。昨日聞いた話とちょっと違いますね。何よりも恐れていたはずだ、君の秘密をある人物に知られてしまうことを。ハグ奥さんね。マレカって、いや、読めないよな。僕なんていうか、マレカちゃんはその、どうやらうかうかしてると仕事を取られちまいそうだぜ。全てはその神さんが原因だったのか。神さんの小遣いのため会社の機密データを盗んだ。クビになったことを神さんに知られたくなくて脅迫された。有罪。いや、悪い、許しません。おお、あ、これ、マジでダメなパターンか。動機は十分です。奥さんのためにデータを盗み、秘密を守るために殺人を。行き過ぎた家族サービスとでも言いましょうか。え、終わっちゃうの。次へ行くぜ、ケイデンスあげるぜ。さあ話してみな、聞いてやるぜ。私の話も聞いてください。推しが本当に頭おかしいんです。好きなんです。でも一応話は進んでんのかな。社長室に入ったら目の前に怪しい人影がぬんと出てきて、おい、もうシルエットがな、シルエットっていう曲がいい曲なんだよな。あれをつけてなかった、あれってなんだ。仮面か。いきなり殴られたですか。え、怪人に後ろ頭を殴られたとか。下手な嘘を下手に真似しても誰も騙せねえぜ。そんな、僕本当にやられたんですよ。単行部あるんですよ、見てください。あなたの証言が本当かどうか尋問で明らかになるでしょう。いいな、マルフォド、依頼人だからって手を抜くなよ。コーヒー、そんな素振りを見せたらこのコーヒーおごっちゃうぜ。あー、おごってほしい。その心配いらないよ、護道賢治。それを信じるんだ。千尋さんマインドおるわ。社長室に入ったら、
ちょっと待って、鼻が出るわ。揺さぶりましょう。うん、見てないんだよね。ヘラヘラ笑ってるよ。じゃあその時被害者のブス島社長はどうでしたか。どうと言いますと、うん、あるいは殴りかかってきたのがブス島さん本人だったとか、わかんないんじゃないかな。うん、もういいです。額？あれ？牛？あ、額？だから仮面ってこと？だからあの人は、眉間って言った？眉間と言ったり後頭部と言ったり、発言が矛盾してたというか混乱したのはこれがあったからってことよね。うん、相当なパワー、そしてスピードでしたね。でも警備員だからある程度武術の心得とかないのかな。だって、いや、やはりくんはないよ、やはりくんはないけど、それこそプロだから、うん、まあ相当なパワー、そしてスピードでしたからね。ちょっとぼんやりしちゃったんだと思います。頼りにならないね、ゆうさくさん。僕もちょっと殴りつけてやりたくなってきたよ。相当なパワー、そしてスピードで。あるの？エストエあんの？あれね。あれというのは？決まってるじゃないですか。怪人仮面マスクの衣装ですよ。あ、待ちなさい。仮面マスク？あれ、そういえばこれ言いませんでしたっけ？僕、念のために怪人の格好をしていたんです。そして警備警備の社長室に華麗に舞い降りました。何ですと？知ってた、私初めて聞いたよ。うん。この俺ですら知らなかった。つくづく隠し事が好きな坊やだぜ。坊やだからさ。すみません、今まで言い出すチャンスがなくて。いや、そんなことないか、なんていうか言いそびれちゃうことってあるよな。6杯目のコーヒーが冷めた視線で俺を見つめてるぜ。面白いな、後藤さん。はいはいはい、うん、よしゃぶりましょう。またどうして怪人の格好を。いや、だって僕怪人仮面マスクですから。うんうんうん、いや、そいつか、まあ、そいつは偽物なんだよな。あ、そうみたいですけど、とにかくあの時の僕は怪人のことで脅迫されたと思っていたものですから。なんで？うん。衣装のマントが邪魔ですごく動きづらくて、思ったより時間がかかっちゃって大変でした。うん、どうぞ。様子見ちゃ、え、でもいつもさ、この配置逆じゃない？なんかある、様子見る。何の時間がかかっしまっちゃおうねってこと？うん、あれですよ、引っかかっちゃったんです。社長の死体を隠した時のことですけど、あなたが死体を金庫に隠したんですか？なんですと？いや、隠しただけで、しまっちゃおうしただけで、殺してないんですよ。人がパンツを洗濯機に放り込むのに、放り込むのはどんな時だ？あ、はい、答えは一つ、それを脱いだ時だぜ。相変わらず意味が分かりません。そういえば張さんっていつもなるほどくんに辛辣な態度ばっかりだったけど、今回逆なんだね。死体を金庫に隠したのは自分が犯人だからってことですか？くっ、分かってるじゃねえか。毎回分かりにくいよ、例え話。でも犯人じゃないです。隠した人とやった人は違います。何ですか、私だけ仲間外れですか。
かわいいな。まあね、ハミゴは嫌よな。うん。証人、今の発言を証言の尻にでも付け加えなさい。はい。露骨に機嫌が悪くなっちまったな。はい、全部揺さぶらないと。うん。床の上に伸びていたんです。よく覚えてないんです。わけが分からなくなっちゃって、その隙に逃げちゃったんだと思いますけど。でもいきなり殴られたらそりゃあな、混乱もするわな。うん、本当に。まあ随分と都合のいい話ですな、弁護人。僕に皮肉を言われても。慌てて金庫に、まあ揺さぶりましょうか。金庫なんかに隠そうと思ったんですか。ほら、引き出しには入らないじゃん。いや、そういうことではなく、いや、多分このままじゃ自分が犯人にされちゃうって思ったんだろうな。僕、死体を見て何が何だか分からなくなっちゃって。まあ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 、ふんふん、人間らしい理由だよな。ふん、てめえが犯人だった、だから10分もかけて死体を隠した。なんだけど、普通死体を隠そうとするかな。え？わかっ、え？とにかく情報を引き出そうか。変な話が出てこなきゃいいけどな。うん、10分もいる理由がおかしい。もう一回揺さぶる？話変わる？何が何だか分からなくなっちゃって。何を言いたい？何を言いたい？1時2分？あっ！ブザーが鳴ってるのに、10分もいるのがおかしいってこと？もう指紋は残ってない。あの晩、あの状況で普通死体を隠そうとするかな。ああ、ブザーか。あ、一旦セーブな。いやー、なんか結構初っ端から難しいな。なってんだよな。これかな、違うかな。もうダメージ食いたくない。よし、この記録を見てください。うん、社長室と警備室をつなぐ非常ブザーの記録です。社長室のボタンを押せば警備員が飛んでくる。うん、記録によると午前1時2分ブザーが1回鳴っています。もし天杉優作が社長を殺害した犯人ならば、非常ブザーが鳴った瞬間すぐに逃げるはずなのです。警備がこちらに向かっているわけですからね。とぼけた坊やのことだ。ビルに警備がいることを知らなかったんだろう。いや、それはおかしいんだよな。まあ、実際はいなかったわけだけど。
優作くんは1年前まで警備警備で隊長を務めていた。警備員のことを知らないはずがありません。ダン大パンや。しかし実際警備員は来なかったんだぜ。それはあくまでも偶然です。警備員がどうしようもなくいい加減なダメ人間で、恋人の新しい彼氏にパンチを食らっていたことなど被告人優作くんが知っていたはずがない。くっ、とぼけた坊やのことだ。非常ブザーが鳴らされたことに気づかなかったんだろうぜ。聞き逃すことはありえない。意識があったならばね。そうね、意識なかったから知らんかったんだな。でも指紋がないのはアイガが押したってことだ。だってアイガ手袋してるもんな。コーヒー、ああ私もコーヒー飲みたいな。米黒飲みたいな。あのセブンのブルーマウンテンのなんかコーヒーも美味しいって噂に聞くけど飲んだことないんだよな。本人はクラクラしたと言ってましたが、実際は数分間意識を失っていたのでしょう。つまり気絶していたのですか。優作はブザーが鳴ったのを知らなかった。だからこそのんきに死体を金庫に隠したのです。それが何だって言うんだ。優作は気絶させられて、その間にブザーが鳴った。その事実が物語るのはたった一つ。真実はいつも一つ。別の人間がいたのです。そう、甘すぎ優作を殴りつけ非常ブザーを鳴らした人物が何が欲しいだけの人なのかな。バカな、この坊やが甘すぎ優作が社長をやっつけたんだよ。そうはいかないのよ、護道さん。じゃあ非常ブザーを鳴らしたのは誰ですか。指紋がねえんだよな、指紋が。もしかしてブス島も手袋をつけるご趣味があるのかな。それぐらいできたはずだぜ。いや、指紋ない、指紋ないもん。ガガもクソもね。立証したい。できますよ。決定的な証拠を提示します。即死とは書いてないんだよな。やっぱこれかな。指紋がねえんだよな。これが決定的な証拠です。非常ブザーですか。一体どんな手がかりが残っているのですか。何も残っていません。おいおい、開き直る前にその口を閉じ直したらどうだ。へへへ、何も残っていない。それこそが手がかりなんですよ。どういうことですか。このボタンには指紋が残っていません。もしブス島社長がこのボタンを押したのならば、当然指紋が残っているはずです。吹き出しちゃった。ご縁かな。むせちゃったね。指紋はそこの坊やが拭き取ったのさ。やり。一体なぜ警備員が駆けつけてくるかもしれないのに、自分も触っちまったんだよ、そのボタンにな。仮面マスクの衣装を着ていた。仮面マスクは手袋をしている。そもそも指紋を拭く必要なんてないじゃないですか。ちょっとダメージ食らっちゃったけど、一応順調かな。どうやら一杯食わされたようだぜ。いっぱい飲んでるよ、コーヒー。しかし、もし現場に真犯人がいたとし、時間いじってるやろ。どうして自ら非常ブザーを鳴らしたのでしょうか。
いや、天杉くんを犯人にするためよね。うん。あと、決定的なアリバイとかね。やな、何ですか、この嫌な間は。く、どうやら手品の種も切れたようだぜ。バレてるよ。とにかく整理して考えてみよう。うん。うんうん。待って、なんか聞かれそう。セーブした。私は、質問されるこの BGM の変化に敏感なんだ。うん。殺害した。はい。その修羅場に優作さんがのこのこやってきたんだよね。うん。犯人は優作くんを殴って、そして非常ブザーを鳴らした。うん。警備員が来る。うん、犯人にしたかったんだよね。ん？はい。ん？お、敵ながらいい目してるじゃねえか。え、ニコも機能を知るため、押すつもりはなかった。押すなよ、押すなよ。まあ、警備員を呼ぶためね。うん。このボタンを押せば警備員が駆けつけてくる。うん。犯人の目的はまさにそれだったのです。自分で呼んだということですか、警備員を。うん。まあ結果的には来なかったんですけど、パンチ食らってたからね、警備員さん。うん。てか、ピアス2連いいな。泣かせる犯人じゃねえか。自分の罪を悔い改めて自首しようとしたってわけか。ちゃうんよな。うん。まあ、私基本的におひげがあるキャラにこうキュンとくることは、まあ、基本的にはないんだけど、護道さんはいいぞ。うん、うん、被害者のブス島社長、彼はすでに死んでいます。うん。被告人の優作くん、彼は殴られて気絶しています。そして3人目が問題の真犯人です。うん。そうなりますね。さて、この状況で真犯人だけが逃げたらどうなるでしょう。部屋の中に残るのは被害者と天杉優作の2人。そんなとこに警備員がやってきたら、誰が見たって僕が犯人じゃないですか。ね、そう、それこそが真犯人の目的だったのです。天杉優作に殺人の罪を着せることこそが。うん。えへへへ。ん？まあまあまあむせちゃった。むせるまでの間が長い。静粛に。くどうやらな、あ、何杯目だっけ、カウント忘れた。また煮え湯を飲まされたようだぜ。また飲んでるよ、煮えコーヒー。なるほどさん、一体誰なんですか、僕を犯人にしようとしたのは。いや、待てよ、犯人って言えば僕も一応怪人だし。なるほどくん、犯人って。これからそいつをここへ引きずり出してやるんだよ。やっちゃれやっちゃれ。でも一体誰なの。何だけ愛が飲んだろうね。うん。はっきりした証拠はないけど、考えてみるしかない。ふん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 。あの晩、警備に呼び出されていたことも知っていた。脅迫状のこと知ってたもんな。奴はそれを利用してこの殺人の計画を立てたのさ。うん。わかるじゃん、わかるじゃん、わかるじゃん。いいんだよね。いや、え、34か。11歳違うの。あ、同い年なんだ。うんうんうん。おー、年上だ。うん。いやー、護道さんの年齢知りたいよー。くれ。うん。隣にいるからな。彼しか考えられません。うんうん。裁判長、たった今一人の法廷で、たった今隣の法廷で裁かれているのは怪人仮面マスクなんかではないのです。うん。
殺害した真犯人だったのです。まあ、でしょうね。私も分かってた。うん。弁護人、説明を。窃盗罪と殺人罪、罪が重いのはどちらでしょうか。うん、殺人罪でしょう。殺人罪は現行法では極刑の可能性もありますからな。うん、うん、ね、赤いダイヤしとるんよな。大喝采の嘘でした。うん、殺人者となるより大盗賊として有罪になる。それが星竹愛雅の本当の狙いだったのです。だ、うん、有罪に、あ、うん、でもね、そういう展開の話になったりならなかったりするんですよね。なったりならなかったりするのよ。それだけじゃないの、いろいろね、あるんだよ。うん、この通り高飛車で壺を盗んでいたというアリバイが、うん、つまり怪人仮面マスクとしての有罪判決こそが星だけ愛がのアリバイ工作だったんです。うん、アリバイですって。うまいことやりよるの、星だけ愛が。うん、そろそろ時間だぜ。ん、難しい裁判じゃねえからな。急停して判決を食い止めるなら今しかねえぜ。とは言っても名探偵の殺人罪を立証できる自信があればの話だが。もし殺人罪の立証に失敗すれば、立証できるか。いや、あの監視カメラ、うん、ぶちまけた後だな。されたようだ。やるしかないんだけど、このプログラムを作ったのがアイガだろっていう話になるかな。セーブしたもんな。うん、ギャンブルでかけていいのは自分の命までだぜ。自分の命をかけてしまったら死んでしまうんですよね。あなたを信じて、あなたを信じています。やっちゃえ、リさん。うん、優作の人生が決まる。あ、なるほどくん、なになになに、なんだ今のは。迷ってはダメ、なるほどくん。依頼人のために信じた道を進むの。言われたことあったっけ。裁判長、直ちに休廷を要請します。うん、やっぱその覚悟が決まった、なるほどくんって本当にかっこいいんだよな。それはミッチョとかさ、五道さん、こうピピピピ普段言ってますけども、本当にあのやると決めたなるほどくんのかっこよさは群を抜いてるんだよな。かっこいい、うん、よろしい、私も腹を決めました。これより20分間本法廷は中断します。なるほどくん、お尻だけ愛を召喚しなさい。召喚、よしよし。うち、ふふふふふ。
アミヤ・アウチ検事殿、なかなかやりますな。アイヤ・アイガー探偵殿、あなたの方こそ。知らん裁判長出てきた。被告人、かっこいい声出したいよ。この人かっこいいな。やっぱ長さんがお茶目キャラだから。あった、うん、ちょっと待っていただきたい。うん、これはこれは弁護士殿、我が法廷ようこそ。ああ、何ですかあなたは。僕は弁護士の、なるほど、龍一です。たった今その男、欲しいだけ愛がを告発します。うん、この怪人仮面マスクですかな。その人物は怪人なんかじゃない、ただの殺人、殺人犯人、殺人犯人じゃないかな、誤植かな。なんですと、目まんまる、あ、焦っとる。だからその赤いダイヤを返せって言われてたのは、欲しいだけ愛がなんで、ここで続くんだ。なるほどね。